岡の糸島に来てもうすぐ1年になります。とってもいいとこなんですけれどもね、問題が一つだけあります。それはとても運転のマナーが悪い。いろんなところに住みましたけど、今のところ一番悪いところだと思っています。ちょっと荒いですね。煽り運転もとても多くて、その対策としてドライブレコーダーを購入しました。今日はその取り付け方を動画にしてみたいと思います。頑張ってみます。本体暑いんですけれども大丈夫なのかな。ここのところがメニューですね。メニューをして解像度で一番上を押すと、まあ、解像度はこれでいいんで、はい、OK と画質よいしょ、これもいいですね、はい、ループ、古い動画にどんどん上書きしていくっていうやつですね。これも1分でいいでしょう、はい、ホワイトバランス、露出補正などなどこんな感じになります。録音いいでしょう。パーキングモニター、パーキングモニターね、いいんじゃないでしょうか。まあタイムスタンプ、 G センサー、まあ使ってるうちにこの辺は、ちょっといろいろ書いてみたいと思います。時間、これはどこ触るんだろう、こっちかな。2018年、これかな、今8月13時36分かな。13時36分、時間が表示されてますね。大丈夫ですね。オートパワーオフ。これオンにしてた方がいいのかな。まあ。やってるうちにいろいろ変えてみたいと思います。言語、日本語、
周波数、周波数は福岡は60かな。だったと思いますけど、また違ってたら補助光オフ、スクリーンセーバーオフ、フォーマット一応しときましょう。フォーマット OK、 フォーマット中、はい、フォーマット終わりました。バージョンいいんじゃないでしょうか。毛利家次男、吉川元春、広島女子大女子、毛利輝元、星森さんは戦国の計り神、毛利元成、我らは秋広島、不祥大行くぞ、広島、100万チャンネル登録、よろしくお願いします。ここかな、お願いします。どうもすいません、ありがとうございます。